きでかでかボンジョー、皆さん元気ですか。元フレンチシェフの家料理2シリーズ第2弾、ね、前にネギパスタやってますから、九条ネギのパスタやってるからね、パスタの方でやってるんで自家菜園シリーズの第2弾かもしれませんけれども、畑の自家菜園のシリーズをいきます。冬のほうれん草は美味しい。それで手で手つまみしたほうれん草を使いますね。ちょっとお見せしましょう。で、こういうほうれん草ですから、これ外から摘んでいくとだんだんすんだら中から出てくるんで、今ちぎってきました。外の大きい葉っぱが取ってきますね。僕はねフランス行った時ね、若い頃行った時にびっくりしたのが、こんな大きいんですね。こうちぎっていくこの葉脈を取ってですね、これはもう使わなかったんですけど、こうして茹でて使ってましたね。今から洗ってボイルしてから味付けしますけど、味付けはニンニクと、ちょっとこれあのフレンチのテクニックを使って一つ教えます。ごまね、すりごま、そしてごま油 でちょっと味を見てですね、今日はこれだけでも十分ですけども、お砂糖とちょっと醤油を使うかもしれません。まあ少し味を見てからにしますので、じゃあ行きましょう。お湯をね、ちゃんと用意しておきましょう。で、お湯は沸かしてありますので、少しね、ここから塩を少し入れて、もう一回ですね、塩を少し入れておく。ね、ちょっとお湯が少なかったかな。でもいいでしょう。あんまりね、時間に出すぎないように。入れすぎるとね、美味しくないですね。ぐちゃぐちゃになっちゃうんでね。はい、これをじゃあちょっと水を切ります。お湯を切ります。水じゃなしね、すぐに氷水で冷まします。冷ましたら氷水でよく冷ます。すぐ冷ますね、よく冷ましてください。でもね、まあ家ですぐ食べるときはビチッと冷ましちゃわなくても大丈夫です。あんまり冷ます必要時間入れておくとね、美味しさが逃げますから、まあ、少しぬるま、ぬるくなってきたら、これもあげちゃっていいですね。ね、あげちゃっていいです。まだね、ちょっと一肌くらいはあるかもしれませんけどね、それでも大丈夫です。拭いて、これは綺麗ですから、綺麗なんですね。で、ここで絞る。絞りすぎてもダメですけど、ある程度はね、見てください、絞ります。そんなことは見えない。汁かじゃないですけど、汁は少しね抜けたぐらい。どうでしょうかね。もうちょっと絞りな。あまり絞りすぎてもいけませんね。これできました。ここにちょっと量が多分多いんでね、今日の分量的にはまあこれでいいでしょうけど。で、先ほど言いましたニンニク、これみじん切りしても入れていいんですけど、あまりにもちょっとねこの前食べてるのはきついんで。これはちょっとフレンチの技法でですね、このニンニクをですねボウルの周りにねしっかりこすりつける、これフレンチの技法ですね。こういうことはあんまり嫌なんですけど、ニンニクの匂いがします。ニンニクの匂いをここに、しっかりくっつけます。塩、胡椒、ね、ごま油どんだけ入れましょうかね。ぐらい入れて、この量に合わせて1回入れて、ちょっと様子を見て、味を見てからまた味を足そうかなと思います。ちょっと1回、ね、味見的に少しテストしてますね。今日分量決めてないんで、ぶっつけ本番というか、分量決めないでやってるんでね。別はここにもうこれでごまを少し振れば
これ出来上がりですけどね、ちょっと量がまだ多いんで、でもまあ少しずつこう合わせてた方が全体的な味んで、いいかもしれません。ちょっとねお皿を持ってくるわけだとね、これお皿を持ってきます。今日はねこの韓国風なちょっとお皿を、でここでちょっと味を見ていきたい。これだけでも十分美味しいですからね、これごま足すだけで甘いし、うまい。ちょっと塩だけでね、胡椒ちょっとした冬の設備ほうれん草のナムルが、砂糖も何も醤油もいらなかったですね、やっぱりね、これだけやっぱり味が美味しい。はい、ね、今日は醤油も砂糖もいらなかったですね、こうやってのしてごま入ってますけど、上にもねおしゃれにこうしてもしね上から綺麗に、ごまでもかければ、はい、美味しくできました。じゃあわからないことはねコメントしてくださいね、チャンネル登録よろしく。じゃあまたね、バイバイ。